天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回はサムネにもある通りとある企画をやりたいと思います。その企画というのはですね、クレーンゲームを5000円分プレイして取った景品すべてを売りに出したら利益は出るのかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。今回ですね、プレイしに行くゲーセンは一つに絞りました。今回結び屋さんですね、僕のホームのゲーセンの結び屋さんで取った景品のみでやりたいと思います。で、売りに行く場所はですね、凱旋商事さんにお願いしたいなと思っております。というのもね、ちょっと前にね、部屋片付けるのでかなりフィギュアを僕断捨離したんですけど、その時お世話になったのが凱旋商事さんだったので、今回そちらにお願いしようかなと思っております。今回は、新景品、新しめの景品と、あとは取れやすそうなブースでやって、どんな感じかなっていう感じなので、ちょっと詳しくね、見てないんですよ。買取金額とか見てないでプレイしていこうと思うので、高く売れるのもあれば、安いのもあるのかなっていうところで、どうかな、多分ね、買取金額見ながらやった方がいいと思うんだけど、ちょっと今回は見ないで行いたいと思いますので、ちょっと運要素もありつつって感じになるんですけども、やっていきたいなと思っております。ではクレーンゲーム儲かるかどうか見ていきたいと思います。それではまずプレイ動画から見ていただきたいと思いますので、できるだけカットしないでいこうと思っております。ただちょっとカットしなきゃいけないところもあったりとかもあるので、そこはちょっとご了承ください。なんか電話が来たりとかでカットしなきゃいけないとこっていうのは出てきてしまうのかなと思うので、はい、カットのところは気にしないで流してみていただけたらなと思っております。それでは動画どうぞ。はい、ではやっていきたいと思います。じゃあもうね、煉獄さんがなくなっちゃってるんで、それで赤と、重たいんかな、取ったんだけどね、前に1個だけ取ったんだけど、これはどうだ、ギリ、あとは手前持ち上げて反動で落とすだけ。あとはもう売りたいんだけど、
とずれた、ちょっとずれたぞ。粘られてるか。よし、オッケー、引っかかったけど。じゃあ次パワーちゃん取りたいと思います。止まれ。いや、たまんねー。あまり手数かけちゃいかんのだけどね。とりあえずパワーちゃんまで来た、ね、それではちょっとまあ数を稼ぎながらやっていきたいと思います。お、これいけんちゃう。場外やったぜ。アシスト。200円はでかいよ。はい、なかなか面白いブースですね。でもまたちょっと動画のアングルが近めになっちゃってるんだけど、なんでかな。焼きたては落ちるかな。
OK。 いや正直このコツはやりたくはないよ。ポリスキーなんよね。3.6 で掴みたいんだけど、抜ける。まあまあもう縦はめでいこう。もうこれはね、しつこいぐらい縦でいく。下手に振るとね、あまりいい結果にならないと思うんで、いいとこ回して、ついに回して、じゃあもう払うか。あー、いいんちゃう。はっ、あと落ちないで。うわー、くそ。あー、これはダメだな。入っちゃうの。はい、これは刺します。落ちんなよ。よし、ぶっ刺しアシストで、オッケー。さあ、このムースト系はどうでしょう。何 DC のような、落ちてほしいね、スンと。あー、
あこれちょっとしんどいかな。そっちの方が動くんだ。これどう？これどう？これは下についてない？ついてないね。テイク。よいしょ。いいよ。やっぱりこの肉はちょっと外せないよね。乗ってくれ今ので。はい、一応これでね、5000円目だと思います。ああ、全然ダメよ。はい、ということで、しっかり5000円使い切ったので、この後ね、この景品たちを売りに行って、まあ、どのくらい利益が出るのか、もしくは利益が出ないのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい、それではですね、フィギュアの方をまずは査定をお願いしました。査定した時の金額がこちらになります。はい、で実際にですね、買取お願いした時の、領収書がこちらになります。ということで今回はですね、5000円使って、まあ、6900円返ってきたということで1900円のプラスとなりました。ただね、かなりサクサク取れてこれなので、まあ、結構しんどいかなと。あとね、買取金額が500円っていうのが2個あったので、まああれですね、
買取金額をもっとちゃんと調べて、もう少し高いものとかを売るようにすれば、まあもうちょっといけるのかなっていうふうに思いますね。まああとはね、やっぱりどっかで沼った利益が出にくいっていうのと、あと個数制限1個っていうのは多いので、もっとね個数制限緩いお店で単価高いっていうものを取れば、まあ儲けることができるのかなっていうふうに思いました。いやでも今回の企画ね、楽しかったです。好評であればまたやりたいと思います。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね遊びに来ていただいて、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですねホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、Instagram なども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。